ブラッドフォードのナショナルサイエンスワンドメディアミュージアムで展示されているサンダーバード2号サンダーバード2号は SF 人形劇サンダーバードに登場する架空の超音速有人原子力輸送機であるメインパイロットはトレーシー一家のサンランバージルトレーシー期待色は能力色がベース作品に登場する多くのメカの中でもジェットモグラと双壁をなすほどに人気が高く 日本国内でも多くのグッズの商品化が行われた救助活動に必要な装備を輸送するための大型輸送機先行発進したサンダーバード1号等の指令によりカテゴリー別に必要装備機材をあらかじめ搭載したコンテナポッドを発信時に適宜乾燥することで出動時間を短縮している機体自体が揚力を生み出すリフティングボディと 安定揚力を得るための全身翼、V トール機能を採用。ただし、リフティングボディは後付け設定であるため、コンテナを外して胴体に大きな穴が開いた状態でも問題なく飛行している。巨大機、高重量ながら高速、安定飛行を実現する。なおコンテナポッドを外した状態でも飛行可能である。設定上の大きさは全長、全幅。 全校ともに実在する巨大機のボーイング747に非常に近く数メートル異なるだけである。が、実在の飛行機とは比べ物にならないほど胴体が太く、相対的に翼は小さい。そのため、リフティングボディという設定が後付けされた。本機には、輸送機としての機能だけでなく、救助活動拠点のための様々な設備が搭載されている。その他、護衛用のミサイルポッド。 周囲監視用のビデオカメラ、ワイヤーガン、ウィンチ式耐熱救助用、ケージ、電磁式捕獲クレーン等が装備されている。これらを活用することで、動機自体を用いた救助活動を行う場合もある。さらに劇場版、サンダーバード6号では、コクピット下からマシンガンを出し、敵味トを後方もなく破壊した。本機の一番の特徴は、乾燥可能なコンテナポットである。 コンテナポットの底面にはドラム缶のような滑走用の車輪が配されており、発信時の移動はこれを使用する。コンテナポットは使用用途、搭載機材やメカニックごとに6つのポットがあらかじめ準備されており、カテゴリーごとにナンバリングされている。これらのコンテナポットは本機に電磁式にロックされ、現場まで輸送される。発信前の乾燥および 現場陸上での展開の際には、伸縮式の着陸足が伸びることで機体をリフトアップする。水上では一定高度からそのまま投下することもある。リフトアップ後は、コンテナ前面の扉が傾倒することで、コンテナ内のメカニックの発進スロープを兼ねる。なおナンバー4を除き、扉は後面にもある。国際救助隊本部からは、偽装された小型飛行機用の滑走路と隠蔽式の 発射台を使用して発進。以上の複雑な工程を約2分以内に完了する。機体全体が丸みを帯び、左右インテークや後部ノズルが一体化し、主翼の位置が後ろになっている。また、コンテナは複数の小さなものをまとめて搭載する。格納庫から出るときは自走せず、2号本体と同色のトレーラーに乗ってカタパルトまで移動する。その最足の木は同時ではなく個別に倒れる。 発信位置でトレーラーを固定以降はオリジナル版と同様となる大型輸送機操縦者の左腕のコントローラーにより外部からの無線操縦が可能であり天井部のハッチが手動で楽に開閉できる構造であるため輸送だけでなく救助活動にも活用される落雷等で操縦不能に陥った際はコンテナ内のポットモジュールのコアを予備操縦系統として使える 水上から4番コンテナを回収する際にはワイヤーを使用する。形状的には、機体側部級気口から微翼付け根までの推進機構部が角張ったものになっている。なお旧作で明示されなかった、格納庫内のコンテナ間隔調整機構は廃止され、その代わりに、本機の主翼を髪型に折りたたむ機能が追加された。また、二層滑走路のヤシの木は、路面自体に、 真の滑走路を陰徳する機能が付加されたために、路面ごと外側に展開する。発進点位置で、滑走停止して折りたたんでいた主翼を水平位置に展開し、以後は、旧作と同様の発進シークエンスとなる。航空機メーカーのエアバスが、分離式客室の特許を取得した際、サンダーバード2号のような機体と評されたことがある。効率化が可能になるようだが、 空港側にもそれに応じた設備が必要になる。ありがとうございます。